ララ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 ラ、あー気持ちよかった。 お風呂上がりはやっぱりアイスだよね。冬にアイスか。でも冬でもこたつの中でアイスとか食べると豪勢だと思わない？うん、バニラも美味しそう。一口ちょうだい。え？あー、先輩、バニラも美味しいね。うん、でもこたつの中だけどアイスを食べると体が冷えるね。もうこら、突然握ったらびっくりするでしょ。温めてくれる？かわいいな、みずき。もう私の方が年上なのにかわいいって、バカ。ほら、ちょっとどこ見てるのよ。ごめん。一人にしないでね。先輩、もしかして目が。そう、片方の目だけ見えないの。そばにいさせて。おやすみ。やっぱり水木の目は綺麗だね。またそういうこと言う。あの時水木はずっと俺の服の裾を掴んでて。もう恥ずかしいからやめてったの。やっぱり外はいいですね。勉強続きでずっと家の中だったからな。ですね。もう体が凝り固まっちゃって、やっぱり私は動いてこそって思うんですよね。元気印としたらそうだよな。先輩は私のどこが好きなんですか？そうだな、元気で可愛くて、一緒にいると楽しくて、それに抱きしめたら柔らかくていい匂いで、ポジティブだし、俺の心をあったかくしてくれるし。結構あるんですね。ああ、それに人当たりもいいし、料理もうまいし、俺に抱きついてきてくれるし、セクシーだし、可愛いし。もういいです。元気いっぱいの小春も大好きだよ。小春こそ俺のどこが好きなんだ？それは捕まえたら教えてあげます。あ、待て。あったかいです。俺も。それで俺のどこが好き？さすがに寒くなってきたか？うん、体も冷えちゃったし、帰って温まろうか。お疲れ様。先輩も手伝ってくれてありがとうございます。小春、鼻にチョコついてるぞ。え、早くいてください。ほら、じっとして。もう先輩、突然ですよ。先輩、そこにチョコはついてないんじゃないか？でも先輩の味はたくさんですから、もっと。甘えん坊め。口の中ちょっぴりチョコの味します。味見したからな。これならチョコの味も期待できますね。なな、キスもいいけど、せっかくだから作ったチョコの味も見てみないか？あ、ストップです。実は考えていたことがあった
りなかったり、その、つまりあるんですけど、準備してきますから、ちょっと待っててくださいね。お待たせしました。はい、あーんです。どうですか？どうかな、小春も、あーん。あーん。おいしい。な。はい。エッチな時じゃなくても美味しいならバッチリ成功ですね。まあそういうことになるか。小春の作ったチョコうまいよ。ありがとうございます、先輩。ついにさゆきの両親からも認めてもらえたんだよな。もうお休みでしょうか？え、ああ、いや起きてるよ、入って。失礼します。ふつつか者ではありますが、末永くよろしくお願いいたします。本当の旦那様になったのですね。ああ、愛しているさゆき。けど、さゆきがいる。さゆきと助け合っていけたら、乗り越えていけたらって思ってる。私もお母様に問われました。お母さんに？はい、認められてからが本当の始まりだって。だからこれからも旦那様と協力して一緒に行きたいです。ああ、約束する。愛してる、さゆき。はい、一緒、旦那様と一緒に全て超えていきます。これからもよろしくお願いしますね、旦那様。ここは誰も使ってないから。冬場はすごく寒くて誰も近寄らない極寒地帯なの。だからね、二人きりで何をしても大丈夫。寒くないか？大丈夫。あなたがたくさん可愛がってくれたから、体も心もポカポカしてる。ならよかった。これからもいっぱい可愛がってね。旦那様、腰が抜けてしまって。気にしなくていいさ、おかげでさゆきと密着できてるわけだし。ありがとうございます、旦那様、大好きです。待ってくれ。君の言いたいことはわかる。僕も見てしまったものを見ていないなんて言い訳はしない。だから僕も脱ぐから、おあいこってことにしよう。男の人の背中なの？いけないわ、巫女の。それも姫である私が。こいつだって私の下着姿を見たんだから。お相手よね。私どうしちゃったんだろう。